皆さんこんにちは。今回は質問が来てたので答えていこうかと思います。意外と使える初心者でも持ってるようなスキルレコードを動画で教えてくれませんかっていうことなので、ちょっと答えていこうかと思うんですけど、その意外と使えるスキルっていうのが、その始めたての人と俺との感覚とでズレがあるかもしんない。本当に大きくズレてるかもしんない。なんか、例えば星3以下のスキルでも、なんか強い人は本当に当たり前のように使ってて、これ星4あってもこっちの方が優先して入れるじゃんみたいな、すっごい当たり前のように入れてるようなスキルとかあって、まあ、そういうのも意外と使えるって判断されるのかちょっとわかんなくて、まあ、こういう防御弱化3デバフとかは、まあ、85層以上とか結構上の階層になってくると、まあ、使われたり、まあ、最近のボスってその防御弱化デバフを入れると、なんか防御下げるだけじゃなくて、なんか防御下げるとなぜかダメージが上がる仕様になってるボスとか増えてきてるんですよね。だからこういうのよく使うんですけど、これは意外と使えるっていうよりは当たり前のように使う、めちゃくちゃ使えるし普通に使うじゃんみたいな感じなんで、これを意外とって捉えてるかどうかがちょっとわかんないんですけど、まあ誰でも持ってるようなスキルっていうことなので、まあ配布みたいなやつなのかな、まあ、そういうのを見ていけたらいいのかなってちょっと思うんですけど、まあ配布で強いって言ったらやっぱ代表格というか、まずこれだよねみたいな、まあ誰でも持ってるかっていうと、まあほぼほぼみんな持ってるんじゃないかってスキルなんですけど、まあこの安らぎの笑顔ユイってやつですね。まあ超有名なんですけど、まあ復帰5層クリア済みで復帰した人はなんかもらえないっていう人もいるんですけど、あ、でもこの動画撮ってる時点だと今の期間もらえないんで、まあどうなんだろう、あと1年おきとかに来るのかな、なんか1年以内にはどこかで来ると思うんですけど、まあイベントやってるとこの武功の勲章ってアイテムがもらえることがあって、スコア報酬とか交換報酬で、でこれ集めていくと、まあ、交換できるスキルレコードがあって、で、まあ、今の期間こういう影妖精キリトとか、まあ、そういうのが、まあ、交換できるんですけど、まあ、意外とじゃなくてもう絶対使うみたいなのがありますね。これコーヒーブレイクリズベット、これ絶対今のうち取っといた方がいいっていう動画をちょっと前に出したんですけど、これも本当にいいし、まあ、これね指輪に入れられるから、まあ、すごくいいんですけど、まあ、どこかしらで使うんじゃないかなって思いますね。これは回復強化効果で、まあ、自分の使う回復アイテムとかが強化されるんで、まあ、なんかバッファーとかタンクとかサポートする人で、なんかアイテム使用負荷が絶え間なく来るボスでなければ使えますね。まあ、あとはこのチャーミングレディアスダーは、これがね、投手耐性がすげえ上がる。1枚で多分、これスキルレベル80とかでも90%まで上がるんじゃないかな。まあ、盾装備すれば、まあ、熟練度スキルで毒、やけど、出血、凍傷の耐性が10%上がるやつがあるんで、まあ、これですね。これと合わせて100%にできるんで、これ、傷病で解放するやつなんですけど、まあ、そういうので、まあ、耐性100%にして、まあ、いろいろやることがあるっていうか、まあ、そうしないといけない場面が多いっていうか、まあ、これは使うかわかんないけど、どうなんだろう、裏セットでスイッチとかすんのかな。いや、まあ、一応取っといた方がいいと思うんですよね。イベントとかで、このスキルつけておくと、スペシャルボーナスって言って、まあ、スコアみたいなのが上がって、スコア回収がちょっと楽になるんで、まあ、一応取っといた方がいいと思うんですけど、これね、どこかで使うんじゃないかなって思うんですよね。まあ、一番の思い出、シリカっていうスキルを合わせて使うと全回復したりとか、まあいろいろ使い方があるんですけど、まあどうなんだろうな、意外と使える。それを俺に聞くとね、喋り出すと止まんないと思うんだよな。難しいんだよな、本当にね。これ、なんだっけ、これも多分武功の勲章で、そのうち交換できるようになると思うんですけど、これ最大 HP が結構上がるんですよね。で、これまあなんか回復アイテムとかいろいろ低下死っていうデメリットあるんですけど、まあなんかその裏セットに入れておくっていうことがあって、まあどういうことかっていうと、
まあその装備セットでメイン装備、これ HP8 万3000ってあるじゃないですか。これ裏セットにすると HP11 万8000とかになると思うんですけど、もしこの裏セットの方が HP、このマックス HP が低い時に表セットにしてしまうと、まあ例えばこっちの8万3000からこっちの11万に切り替えてしまう時は、この8万3000のままこっちの11万8000のセットに切り替えてしまうんで、残り8万3000のままこっちのセットに切り替えられてしまうんですよ。だから最初から HP が少ない状態で始まるみたいな感じになってしまうので、そういうのを抑えるために、まあ、裏セットに入れるっていう使い方をしたりするんですよね。こういう最大 HP が上昇するスキルとか。まあ、あと、これマジで使える。これもね、まあ、武功の勲章、今の期間は交換できないかもしれないですけど、これもマジで使えて、まあ、クリティカル発生率100%低下するっていうデメリットはあるんですけど、このね、ひるみ耐性が上昇するっていうのがめちゃくちゃ大きくて、モブ狩りするときにすげえ楽なんですよね。なんかその、やっぱ周回って何回も何回もやるからだるいなって思う人が多いと思うんですけど、複数のモブに囲まれた時に脱出するのがすげえ楽になって、めっちゃやりやすくなるんですよね。まあ一応ソードスキル使ってる時、ひるみは受けない仕様になってるんですけど、それでもやっぱりあると熟練がすごい楽で、まあ有名スキルで錯視のアクスアルゴっていうのがあるんですけど、錯視アルゴってやつ、それはね、ひるみ耐性が100%になるんですけど、まあそういうのもね、あったらね、強いんですけど、まあ、いちいちそのバフを打たないといけないんですよね、錯視アルゴの方は。これはもう指輪にもつけられるし、まあ、常時50%上がるっていうことで、まあすごい使える。あと、クリティカル発生率100%低下しっていうデメリットが、クリティカル耐性の検証とかでも使えて、クリティカル耐性っていうのが何だろうな。あ、クリティカル耐性じゃないや。まあ、例えばですけど、こういう自身の HP が少ないほどクリティカル発生率が上昇っていうスキルがあると思うんですけど、これクリティカル発生率どれくらい上がるかわかんないって思うと思うじゃないですか。まあ、そういう場合に、まあ、さっきのこの100%低下しっていうのがあるんで、その100%を超えるラインになったらクリティカルがまごく稀に出るよっていう感じになってくるんで、少しずつクリティカル発生率上げてって、どのラインでギリクリティカルが出るかみたいな、そういうのを見極められるスキルなんで、まあそういうのにも使えるし、まあさっき言ったこの影寄せキリとね、まあ使えないって言ってる人もいるんですけど、まあこの回避率、まあ例えばこういう黒猫ウィッチユーナ、これ貫突すると、まあ2秒間回避率が100%上昇になるんですけど、貫突してないと、まあ86%、俺はね、この突具合だと86%なんですが、限界突破のためのメモリア小石使いたくないっていう場合に、まあなんかちょっと足りない分、これで回避率上げたり、まあ他のスキルでもね、なんかたまに三かわし4とかがあるんで、まあそういうのと合わせて、回避率100%にしてっていうのができるんですけど、まあそういうのはなんだろう、カオスラストナンバーとかでやってる人いますね。あとはなんだろう、カオスアスラとか、そのどうしても攻撃が避けらんないような、なんかデバフみたいなのが来るときになんか使えたりするんですよ。まあだから本当に、ないよりはあった方がいい。あとは、これキリトのスキルなんですけど、キリトのアビリティってあんまりその使いやすいのがなくて、少なくて、まあ使いやすいのあるんですけど、なんかあんまり持ってないっていう人が多いんで、まあ俺はその妥協で入れたりとかすることもあったんですけど、まあ基本入れないですよ、弱いから。入れないんですけど、まあ妥協で入れることもあって、これを入れた方がいいっていう場面もあって、まあこの噴光っていう覚醒効果があるんで、まあ回復したら、まあ自分の残り HP に応じて強い斧の効果とか使えたり、まあ噴光ってその、俺31層でタンクやるときに裏斧にして噴光積んで、まあ回復するとか、やることがあるんですけど、噴光大量に積むみたいなのがあるんですけど、まあそういうのにも使えたりしますね。本当に31層のタンクで耐えられない人用なんですけど、噴光の効果を持つアビリティをあんまり持ってない人がいるんで、そういう人は取っといて損はないんじゃないかなって思います。なんか意外と使えるっていうのも難しいですよね。まあこういうやつも、85層タンク、
85層迷宮区でタンクやるときに本当に耐えられない人はまあ妥協で入れるかなみたいな感じのスキル。これ常設イベントで手に入るやつで、あとこれもね、ザンプロテクトってやつで、あ、これ残属性モンスターからの非ダメージって書いてあるんですけど、残属性モンスターは突属性が弱点の敵っていう意味なんですよ。まあ、これ弱点属性についてっていう記事前書いたんですけど、こういう三すくみの図があるんですけど、これが残属性の敵ですね。残属性の敵には突属性が有効、突属性が弱点。これが打属性の敵で、この打属性の敵にはこの残属性で攻撃すれば、これ残属性が弱点っていう感じのこの図なんですけど、これは残プロテクトって書いてあって、残属性モンスターからの非ダメージを軽減するやつで、残属性モンスターは突属性が弱点なんで、これが使えたりしますけど、まああんまり入れることはないんですが、まあさっき言ったような、あの31層フロアボスとかのなんかブレイクタイマー発生攻撃とかめちゃくちゃまあ食らったりするんですけど、まあ裏セットを斧にして、この熟練度スキルの混合っていうので耐える場面があるんですけど、まあ別にそれ使わなくても耐えられる人はいるんですけど、これ使うとね結構耐えるのが楽で、自分の HP の 10% 超えるダメージ受けた時に 75% もダメージを軽減してくれるんですけど、まあこれでもちょっと足りないっていう人はなんかザンプロテクト、さっき言ったやつつけたりとかっていうのもまあできなくはないんですけど、まあ斧持ったらまあモブ狩り用の編成とかにする人が多いと思うんで、もう誰でも持ってるっていうのが結構難しくて、あの大体そのオーダーってもうなんか期間限定のオーダーしかないから、その時に取らないとまず手に入んないみたいなのが多いから、誰でも持ってるって聞かれると配布くらいなんですよね。まあだからガチャさんのスキルはあんまりなんかこれ使えるよみたいに言いにくいっていうか、まあガチャさんって言っても星3以下はまあ大体の人持ってると思うんですけど、まあこれもなんかそのまあ今は手に入るのかな、今の期間でも期間限定みたいなところあるんで、ちょっとそれ誰でも持ってるかっていうと、まあ今は持ってると思うんですけど、ちょっとまあ言いにくいというか、まあ配布の中でも意外と使えるじゃなくてめちゃくちゃ使えるっていうのはありますよね。創剣士の記憶友情とか、あとこれ誰でも持ってるかっていうと、これ本当に前からやってないと持ってないと思うんですよね。八方崩しってこれめちゃくちゃ使えるんですけど、まあ手に入んない。まあ、なんかね、あと意外と使えるって言ったけど、そうか、意外と使えるような星3以下より本当に使えない星4っていうのもあって、もうこれが本当に今世紀最大のゴミで、まだ配布スキルのが使えるよみたいな、もうアホほどゴミすぎて、これ実装されたての頃とかですら、この回復量マジで雑魚すぎて意味わかんねえみたいな、マジ使えねえって言われてて、これは本当にテキスト修正とかない限りもう弱いです。本当にネタにされるやつですね。これ使い道分かるっていう人いたら教えてほしいです。あとはまあこういう星3以下の出血ダメージ低下とか毒ダメージ低下とか、これ指輪に入れて、まあ、ちょっと足りない分補うっていうのがね、耐性とかね、こういうやついいと思います。あとはこの攻撃強化1、まああんま使わないと思うんですけど、こういう防御強化1とかね、まあ指輪に入れた方がいい場面もあるかもしんない、もういろいろ試さないと分かんないんですけど、まあ、こういうのもね、もしかしたら使うことがあるかもしんない、ほぼないですよ、ほぼ使うことはないと思うんですけど、まあ、そういう場面ももしかしたらあるかもしれないですね。まあアビリティはそれくらいかな。あとはなんか期間限定とかですけど、どうなんだろう、汎用性高いやつから見ていくか、縦から見ていくか。縦ね、すげえ使う。縦の、ちょっとレアリティ低いやつ。まあ、これなんかもう意外と使えるっていうよりは、もうこれもろ使うよね、タンクが。もうタンク界最強スキルです、これ。まあ、ヘイト少し集めやすいって書いてあるけど、6人パーティーならまあ、絶え間なく打てばヘイトは取れるんで、まあ、他にこのヘイト稼ぐスキル使う人いなければね。あとはレイピアでツンツンとかされなきゃ、これもマジで使う、これマジ使う本当に特に攻撃バフとかあんまりない武器種とか、そのなんだろう、探検とかあんまり攻撃バフ持ってない場合はこれ、まあ、使うし、なんだろう、40秒間持続っていうのが結構長いからよくて、まあ、小春
パートナーってあるじゃないですか。これパートナー装備って、これ小春、ソロの時いつもついてくる小春に、まあ、俺今ちょうど持たせてますね。これ持たせて攻撃バフ打たせたりとか、まあ、あとはやっぱりこれですね、防御バフ、これ55秒間も持続するんで、まあ、直剣もっと使う時にこれ小春に持たせとくといいし、カオス討滅戦だと、まあ、裏セットに入れて打つっていう場面もあったりして、まあ、小春に持たせてね、打ってもらうっていうのもできるし、あとこのくじけぬ心牽引、これ、さっき混合で耐えるって言ってたけど、これで耐える人もいます、31層。だから使える。マジこういうね、これもね、防御強化1って書いてあるけど、こっち防御強化3とかで被らないんですよ、こう効果名が。被ってると、同時に使えないんですけど、被らないから、こういうのも使ったりとかする場面もあるかもしれないし、この麻痺耐性、マジですごくて、まあでも、ソードスキル枠1枠潰しちゃうんですけど、これ使ったら。まあ、ただこれで、まあ、31層ね、使う人ももしかしたらいるかもしれない。この足りない麻痺耐性を補えることがあったり、まあ、カオスブラッケンとかで使う人もいますね。これ小春に持たせるっていうのも考えられるし、これもね、毒耐性ちょっと足りないとき、これ60秒間持続するんで、で、これも60秒間持続するんで、まあ、足りない分すごい補えるっていうのがいいですね。じゃあ、あとは、あれだな。それ以外のスキルは片手直拳から見ていこうか。これがね、これ、ストーリー進めていくと手に入るんですけど、まあ若干モーションは長いんですが、スイッチゲージが70も溜まるんで、これコネクトに入れて使うことがあります、俺は。で、防御弱化3デバフ入れながら立ち回れるんで、まあ、コネクトの中に入れてスイッチ溜めながら、覚醒中に打てる火力スキルの、打てる回数ですね、増やすのに、ちょっといいのかなって思いますね。これ、スイッチの高い順で並べてるんですけど、俺の持ってるスキルの中でも上から5番目なんで、これマジで使えると思います。あと、これは、使う場面あんまりないかもしんないですけど、何層だっけ？ 99 層だっけ？ 100 層だっけ？なんかクリアするとこれもらえるんですけど、まあ、これめちゃくちゃモーション長くて使いにくいんですが、まあ、消費 SP10 と、なんといってもこれですね、ブレイクゲージ57っていうのが何気高くて、100層フロアボスは基本なんだろう、マン・オブ・ザ・デイ・キリトっていうさ、まあ、配布の、モッドスキルなんですけど、これですね、こっちまあ使うことが多いんですけど、なんだろう、残火ブレイク、残属性、火属性でしかブレイクできない敵が来た時に、まあ使えるのかなって、このインセンディアリー。これまあ57なんですけど、まあ、あとはこの打属性の敵、これ残属性が弱点の敵って意味なんですけど、そのモンスターの、まあ、バフスタックマイナス2なんで、まあ、これ自体はモーション長いけど、なんかのモッドに入れて、まあ、ついでにスタック削るっていうのは、もしかしたらどこかであるかもしれないですね。いや、まあ、全然わかんないんですけど、今のところは。これどうなんだろう、スイッチ46でそんなモーションも長くないから使うことあんのかな、コネクトに入れて。今の時代はね、コネクトスキルっていうのがあるんで、これも配布で手に入るんですけど、これは意外とじゃなくて、マジで俺今でも使ってますね、全然。これは本当に使える。普通に使える。前は、コネクト出た直後とかはね、その、ソードスキル枠1枠、ね、覚醒スキル抜いて、これ入れるなんてとか思ってたんですけど、今は入れてますね。まあ、スキル周り良くなるっていうのが本当に大きくて、まあ、バフデバフとかね、かけるのにもいいし、まあ、本当に短期決戦なら、まあ、コネクト抜いて覚醒入れて、その覚醒率上げるっていうのをやるんですけど、まあ、こういうの本当いいし、まあ、これ何層だっけ？これ最近出たやつだよね。すげえ上の階層のストーリークリアしないと手に入んないと思うんですけど、これ風属性強化4バフなんで、例えばですけど、これ風属性弱化4デバフっていうのがあるんですよ。まあ、片手直拳には風属性のデバフ系があるんですけど、まあ、これデバフなんで、で、こっちバフもかければどっちもかかるんですよね、ダメージ上昇系が。で、直拳モッドって攻撃力が上がりやすいんですよね。防御力かける2攻撃力が上がるんで。で、その攻撃力上昇分と釣り合いを保つために、まあ、ダメージ上昇が結構必要になったりするんですけど、まあ、風属性の直拳モード使うときはね、これコネクトに入れるのも、まあ、いいかもしれないですね。これクロス系なんで、そんなにモーションが遅くはないし、まあ、スイッチが46溜まるんで、まあ、いいかもしれないですね。あとは、これは本当に戦犯になるスキルなんですけど、初心者が使うと。
初心者って言っても本当始めたての人で分かんない人で、これ敵のヘイトを集めやすいっていうので、まあ、例えば75層フロアボスのスカルリーパーの腹の真ん中でこれを撃つ人がいるんですけど、本当にマジやめてほしいっていうスキルなんですけど、あの腹は複数攻撃判定が出てしまうんで、ヘイトを集めやすい効果が複数判定出てもう大混乱ですよね。あのみんな死んで終わりっていう風になっちゃうんで、まあ、これは本当に使う場面を選ぶスキルだと思うんですけど、まあ、逆にヘイトを集めやすいって書いてあるんで、タンクで使う人ももしかしたらいるかもしれないですね。まあ、直剣でタンクするっていう場面は本当に少ないんですが、まあ、やる人はまあ稀にいるんで、まあ、あとはこれ火傷にするっていうのがまあ大きい場面もあって、まあ、火傷状態の敵にっていう効果がね、たまに火属性の直剣モッドである、火属性だっけ、まあ、あると思うんですけど、この火傷にするっていう理由だけでね、まあなんか、まあ、タンクが大体使うと思うんですけど、使うとしてもね、まあ、ギルランで状態異常が重要になる場面もあるんで、まあ、これ初期装備で誰でも持ってるんで、始めたらすぐ、まあ、あとはこれがまあ、これ威力弱いんですけど、モブ狩りとかマジで使える、本当に、まあ、さっき言った地下迷宮でもすげえこれ軽くて、あの撃って逃げて倒してもらってみたいな、で三河氏が地味ね、これ回避発生するっていうか、まあ、このエアリッパーっていうのがね、お茶会アリスと同じようなあの技名というか、まあ同じモーションなんですけど、これが本当に使いやすい、すんげえ弱い敵とか、あとはディフェンスバトルっていうイベントとか、なんか複数モブ狩りするときにまあ使ったり、まあ軽いんで、こう消費 SP14 でクールタイムが8秒かなので、まあこれでスイッチ貯めながらとかもできるんで、すごくいいと思います。これどうなんだろう、これは普段はほとんど使わないんですけど、まあギルランとかで使うかな、あのクリティカル、まあギリ突破できるんで、まあこれ使ったりしますね。あとはさっき言ったこのマンオブ、これ本当にあの、これ絶対解放しちゃダメだよ、3枠。まあ、絶対とは言わない。マジ、解放したい人は全然していいと思うんですけど、あまりおすすめはしないです。まあ、もしかしたらこれどこかで使うかもしんないんですけどね。あれ、これスキルリリースって適用できるんだっけ？バーティカルリリースってあるんだっけな。あ、バーティカルリリース出てるですね。もしかしたらこれ使ったらそこそこ強いかもしれないんですけど、まあ、あまりおすすめはしないですね。ただ消費 SP18 って結構軽くて、これ100層フロアボスとかね、ブレイク使えるし、まあ、今後もなんか残属性ブレイクできるボスが出たらね、使えると思います。本当に60もあるんで、ブレイク、これやっぱスカルリーパーにも使えてすごくいい。これ誰でも手に入るから、スカルリーパーで大体これ持ってけばブレイクできるっていうので有名ですね。あとはこの攻撃強化バフ、まあ、さっき言ったようにその小春に持たせたり、裏セットで自分で打ったりとか、これが結構強力で、直剣のこの防御バフが結構あの上がる量が高いんで、大きいんで、こういうのね使っていくのもいいんじゃないでしょうか。まあ、あとはこのね、正直使えないスキル探す方がちょっと難しいんですよね。あのこれ星1でもあのかなりステータス高くなってくると、あのフィールド狩りでもあの使えたりするんで、まあ、中途半端な火力の人はねこういうの使えたりするんですけど、まあ、本当に火力高い人は47層とか50層のフィールド狩りでも、まあ、通常攻撃でワンパンできちゃうんですけど、まあそうじゃないちょっと微妙な火力の人はこれでワンパンするっていうのもまあいいと思います。まあ、直剣で熟練上げする時の話ですね。まあ、槍だったらこういうシャフトっていう、まあ、星1で全体攻撃があるんで、これでやると結構早くて、まあ、通常攻撃ワンパンできない人はこれでね、あのワンパンであのモブ狩りするのいいと思います。まあ、始めたての人は、ね、できないかもしれないんですけど、ある程度ステータス高めれば多分あのこういうのでねできると思うんで、これとこれがねあのクールタイムが4秒しかないんで、これ打ち終わってで、まあ、これを使ってこれ打ち終わったらこれを使ってっていうのが、まあ、4秒だからできるし、まあ、消費 SP が8しかないっていうのがすごく大きくて、まあ、星1でも使えますね今の環境では。次は片手再建なんですけど、まあ意外とっていうか、まあ意外と使えるか、これ、まあ、これあのどこだっけ、99層だっけ、まあ、99か100層でクリアするとストーリークリアするともらえるんですけど、まあ、残属性の敵に言い換えると突属性が弱点の敵に攻撃力が800上昇なんで、これ1枠モッド消費スロット枠なんで、
これを片手再建のモッドスキルに入れて使うっていうのも少し強いですね。なんかモッドスロット枠1枠余ったら使えるなっていう感じですけど、まあ、あとはどうなんだろう、これコネクトに詰めて使ったら5秒間だから、ちょっとクリティカル発生率足りない時にこれをまあ入れるといいのかな。俺最近当てたんですけど、まあ、このねコネクトスキルが3連結目でそのモッドスキル並みに火力が出るんで、まあ、こういうのを2連結目3連結目で、まあ、高い力出したいっていう時に最初にクリティカル発生率足りない分あったらね、入れてもいいかもしれないです。最近やっぱクリティカル耐性がある敵が多いんで、あとはこれは本当にまあ、片手再建って結構モーションが遅い全体攻撃スキルが多いんですけど、まあ、これモブ狩りにすごく良くて、まあ、これ結構使いますね。あとこれはそのなんだろう、さっき言ったこれさ、突属性非属性だとめっちゃ強いんですよ。これ非属性ダメージが 150% 上昇ってなってるんで、まあ、俺より本当に突飛持ってない人これ入れても、まあ、ほんのちょっと、まあ、火力出るのかもしんないですね。まあ、わかんないけど、まあでもな、スキル威力が680しかないんで、まあどうなのかわかんないですけど、まああとはさっき言ったように、まあ星1か何気に使えたりするんですけど、まあ47層はちょうど突水属性が弱点なんで、まあこれでワンパンしやすいっていうのはあるかもしんないですね。あとはこのクリティカル系のこのバフが、まあ始めたての人はね、いいかもしんないです。裏セットこういうのバフかけてって、足りないクリティカル発生率を補って、でまあ、掲示板で倒すとか、まあ、あるかもしれないですね。覚醒効果の瞬雷っていうのがあるんで、こういうやつね、覚醒効果でクリティカル発生率が上がるやつがあるんで、まあ、覚醒してこれクリティカルこの分上がってくんですけど、まあ、覚醒効果は同じ名前のものでもね、複数枚積むと全部発動するんで、まあ、それでクリティカル発生率上げてって足りない分を補うっていうのも、まあ、できないことはないんですけど、まあ、作詞のアクスアルゴっていうクリティカル発生率が爆上がりするスキルとか持ってない人は、まあ、使う感じでしょうね。始めたての人とかで、次片手コンなんですけど、まあ、片手コン配布ほぼ使えると思います。これが87層クリアで手に入るやつですけど、これは本当に片手コンあんまり全体攻撃の配布スキルで借りやすいやつがないんですけど、これで借りやすいし、まあ、地下迷宮第1層でもまあ打属性弱点なんで、これデバフも入れられるっていうのが大きいし、まあ、そこじゃなくても打属性が弱点の敵が現れたら全部これ使えるんで、本当に汎用性がまあ高い方なんじゃないかなって思いますね。まあ、意外と使えるっていうよりは本当に使える。まあ、あとはこれが、まあ、モーションくっそ遅いけど、まあ、全体攻撃だからギリまあモブ狩りには使えるって感じなんですが、まあ、どっちかっていうとこれですね、突攻撃弱加算デバフ、これがやっぱりその突属性の敵っていうのは打属性が弱点の敵なんですけど、これを打つと敵の攻撃力下げられるんでタンクとかが耐えやすくなるっていうのがあるんで、まあ、ギルランとかでは、まあ、バッファーデバッファーがよく使ったりするんですけど、まあ、タンク自体が使うのももしかしたらいいかもしれないです。ただモーションがマジで遅いんで、タンクが使う場合は本当にこれ打ってる間になんかボスに後ろ突進とかで後ろ抜かれたりとかしないように気をつけたいんですけど、まあ、ボスの攻撃が終わった瞬間とかボスの様子をね見ながらね打った方がいいスキルだと思います。まあ、あとはこの配布マテルってやつで、何層クリアでもらえたかも忘れたんですけど、94だけ何層だけ忘れた。でもなんかこれがマジで強い。これガチ勢でも使う。ただガチ勢でも使うんですけど、これだけだと弱くて、まあ、モッドスロット枠消費が1枠なんで、残り2枠強いやつ入れると強い。ただこれだけだとそんなに強くはないです。これ、あとこれ、防御バフ系で、まあこれはソードスキルなんで、まあ敵に当てないと発動しないんですけど、まあ、基本的に当てないと発動しないんですが、まあ、一部のスキル、マジで珍しいんですけど、風林火山クラインとか敵に当てなくても回復効果とかパーティーに及んで発動するんですが、まあ、これですね、こういうやつとか、まあ、他にも防御バフがあって、どれかな、これですね、防御強化2のバフとか防御強化1とか、こういうのをねパーティーで直剣元使う人がいたらね、これ打つとマジでいいし、まあ、何気これダーツ地なんで、まあ、バースト発動条件満たすのにもいいし、これも頑張れば、まあ、
ワンパンできる階層、まあ、50層が打属性弱点だからできるかもしれないですけど、まあなんか普通に他の武器種でやった方が全然早いんですけど、まあ遊びでこれ使ったりとかしてましたね。そう、これね、なんかね、これだけに限らず他の武器種の星1でもそのバースト発動条件を満たすのにすごくいいんですよね。まあ、特に、まあ、違う武器種ですけど、まあ、熱烈スミスエギルっていうのが、まあ、これが、まあ、バースト条件よく満たすのに使われるんですけど、まあ、今の時代あんま使われないかな。でもブレイクが40とか、あのスイッチが40とか地味に高くてすごい何気性能いいんですよね。あとはまあ単純にこの攻撃強化のバフとかも、もうどこでも使う。正直俺31層のサブタゲでも使うし、まあまあもう打てる場面結構多いですね。さすがに攻撃力上昇は本当にあの汎用性が多分めちゃくちゃ高いんで、あとさっき言った恒例と、まあそれくらいかな。まあ他にもあるのかな、わかんないけど、あとこれ、あ、ちょ、これか。まあないの、ないのかな、わからん。まあ探検行きますけど、探検の配布スキルは、まあこれが普通にモブ狩りしやすいのと、まあこれもモブ狩りで使うくらいかな。まあモーション早くて使いやすくていいですね。探検スキルあんま持ってないんですけど、まあこれもね、これ使うことほぼないですけど、まあ使ったことは何回かありますね。あと配布スティラ、これはまあモッドに入れると強いやつで、まあこれだけ入れてもやっぱ強くない、なくて他のも当たったら入れるくらいなんですけど、これを入れるといい場面もあって、まあ最近なんだっけ、地下2層出てスイフトリリース出たんだっけ、あれ第1層の時から出たんだっけ、地下迷宮。忘れたけど、まあなんかちょっと強いかもしれないですね、わかんないけど。まあ、ブレイクが39あるから、もしかしたら、まあ残土本当に持ってない人はなんか、あの残土が弱点のギルランとかでブレイクで使う場面もあるかもしれないですね。まあモーションがマジで長いんでスイッチ溜まるって言ってもね、ちょっと使うかどうかはちょっとわかんないんですけど、まあモッドに入れて使うかもしれないですね。まあ本当に俺モッド素材持ってないんですけど、探検の、まあこういうのね入れて遊ぶっていうのももしかしたらまあできるかもしれないですね。次、斧ですね。斧はまあ昔はね、あのハヤブサ斬りっていうのが流行った時代はこういうの使えたんですけど、今は本当に見なくなりましたね。使わないというか、まあこれが本当に使える、これこれマジで使える。まあ27層のさ、27の位置の左上でこれぐるぐるやってて熟練できるっていう動画を昔っていうか結構前にね、あのやったんですけど、何気ね、これね、スイッチが69溜まって、しかも広範囲全体攻撃なんで、敵倒せなくても、まあ、スイッチ溜まる上に、まあ、ヘイト、あの、集めやすいんで、モブを集めやすいっていうのがあって、で、まあ、これ、31層でタンクやるときも、俺、裏セットに入れて、これね、あの、緊急用のタゲ取りスキルとしてこれ入れてるんですけど、なんだろうな、まあ、これ打ってから、まあ、斧側で覚醒して、さっき言った覚醒の、あの、回復効果のやつ、噴光っていうのをいっぱい積んであるんで、覚醒し、あの、回復してって感じで、これ打ってっていうのをやってますね。これはと、本当にね、モブ狩りでめちゃくちゃ使えるんで、まあ、いいスキルだと思いますね。あとこれね、何気ね、まあ一定確率で敵の弱点を発見するっていう効果なんですけど、まあ、俺ギルランでたまに使いますね。これうまくいったらそのクリティカル発生率がちょっと上がるんで、まあ、クリティカル発生率っていうかクリティカル受ける確率かで少しでも上がるとギルランいいので使ったりしますね。あとはまあこういうゴドフリーとか、まあ、このスマッシュ系、さっき言ったようにやっぱバースト条件満たす、まあ昔はねこういうのね、バースト発動条件満たすのに使ってたんですけど、これが本当に人権って呼べるくらい昔は強くて、まあ今でもね使う場面あります。例えば91層ダンジョンとかで、まあ打属性ゲージブレイクなんですけど、これモーション早くて何気ブレイク40も入るんで、まあこれと一緒にね、あのコネクトの中に入れたりとか、まあいろいろ使ったりしますね。あとは、まあ、これがヒルミ耐性ですね。このグッドエンカウントクラインとか、あの、ゴーアンスミスエギルとか、ここら辺は、俺、作詞アルゴ持ってないんで、あの、例えば35層ダンジョンとかで、まあ、モブが集まるまで待ってる時ですね。めちゃくちゃ広い、一番最初の狩場エリア。で、まあ、モブが集まるまで、まあ、立ち止まってるんですけど、まあ、このバフをね、打ちながらね、待ったりすると少し楽になるんで、こういうの打ったりしてますね。まあ、48層ダンジョンとかでもね、たまに、ね、打って待って、で、集まったら、まあ、駅員遊事をってやつで、
まあ、一気にモブ狩りするっていうのをよくやってるんですけど、まあ、こういうのね、始めたての人使えねって思う人ももしかしたら結構いるんじゃないか、うん、なんかいそうな気がするんですけど、俺はなんかめっちゃ使えると思ってますね、個人的に。あとこれ最大 HP 上昇のバフ効果なんですけど、これがマジで使えて、まあ俺が持ってるこのドロンと隠れミサチ、これ持ってる人じゃないとあんまり、まあ、使わないかもしれないんですけど、まあ、これ最大 HP 上昇のバフ効果中って書いてあるんですけど、これのデメリットが逆にメリットになることがあって、これ3秒ごとに HP が 99% 減少するんですけど、まあ、弓だとHP が少ないほど火力が出るスキルがあるんで、こういうのをねモッドの中に入れて、でまあ表セットにして HP をめちゃくちゃ減らしてってっていう感じでやってるんですけど、そのさっきの忍者サチと合わせてね。まあただ31層だと、まあ、使わないですね。裏セットに熟練インゴットとかそのコールインゴットっていうのを積んで、まあ、HP 調整して、まあ、大体その3万6000とか残るくらいにしておいて戦うっていう感じなんで、まあ、このねコールインゴットとか最大 HP が低下するやつなんで、まあ、裏セットに入れて表セットに切り替えれば、まあ、残り HP が少ないまま表セットになるということで、まあ、使ってるんですけど、まあ、他にもまあはやぶさ斬りってまあ今の時代は流行んないんですけど、まあ、ネットではやぶさ斬りって調べたら出てくるのかな、まあ、どうなんだろうね、スキル揃ってる人はやんのかな、まあ、まずやんないと思うんですよね。普通になんか直剣元当てた方が、まあ、初心者周回いいと思うし、あと次は槍行ってみるか。槍はまあさっき言った星1のやつがすごくいいのと、まあ、星2以下のねこのバフスキルも、あこれか、こういう攻撃強化とかね、強い人でも未だに使う人いますね、やっぱり。てか永遠に使うと思う。まあ使わない場面も全然あるんですけど、なんか裏セットの総動スキル枠余ったなっていう時にはやっぱ入れますね。あとはセイローランサーリーファ、これはバーストパック両手槍って売ってると思うんですけど、これがないと85層タンクはマジできつい。まあ、トラブルラビットシリカっていう片手コーンスキル持ってるなら、まあ、なくてもいいけど、まあ、これあった方が、まあ、槍持ちながら攻撃上昇効果解除できるんで、しかもこれ広範囲全体攻撃でモブ狩りができてしまうんで、これもねバーストパック両手槍で当たるんですけど、まあ、昔はなんか人権とか言われてて、のリセマル当たりとか言われてたんですけど、これは本当にもう今の環境弱いというか、もうほぼ使わないというか、まあ、全体攻撃やるにしてもちょっと遅いしって感じで、まあ、使えるよ、使えることは使えるんですけど、まあ使うことありますよ、俺も使うことあるんですけど、あんまり使われなくなったなっていう感じがしますね。あとはまあ誰で思ってるかっていうと分かんないんですけど、やっぱバーストパック両手槍に入ってるやつですね、これ。やっぱ火属性弱化4デバフあるで、強い人がいるとねデバフかけて、でまあよくそのもうずっとこの動画で言ってると思うんですけど、そのバフとかデバフとかかけるのが強いって言ってるけど、強いのみたいに思う始めたての人とかいるかもしれないんですけど、マジで強いです。もう例えばそのめちゃくちゃ強い人がいるときに、こういうバフとかデバフかけたときに、まあ一人当たり、まあなんかダメージが100万仮に上がるとしたら、1回打つごとにやっぱ100万上がるから、それが自分以外の5人全員が100万上がるとするじゃないですか、スキル1回。そしたら自分スキルこれを1回打つだけで、他の人がその5人分1回ずつ打った時に1回ずつその500万上げてることになるんで、もう始めたての人500万とか火力出せないでしょ一発打って。だからこういうバフが本当に強いって話。さっき言ったまあ防御強化のバフも特にいいんですけど、片手コーンですね。やっぱパーティー全体に及ぶバフは片手コーンだけなんで、ほぼほぼ。まあ、アビリティでたまにあるんですけど、まあ、誰でも持ってるやつだとこういうやつですね。いや、こういうパーティーに及ぶ、この PT って書いてあるやつですね。だいたい片手コーンにしかないんですけど、これが本当に強いんで。まあ、あとはね、そうでなければデバフなんですけど、あとこれもねバーストパック両手槍で手に入るんですけど、槍でこの敵を出血にするっていうのがなかなかなくて、まあ、大体その一定確率とかなんですけど、これは確率でとか書いてなくて出血にするしか書いてないんで、これがすごい使えたり、まあ、あとはねこれも全体攻撃なんで、始めたての人ね全体攻撃不足してると思うんで、
まあ、両手よりはそんな不足するっていうことはないと思うんですけど、これで全体攻撃でモブ狩りできたり、まあ、ちょっとモーション遅いんですけど、まあ、全然許容範囲というか、まあ、これも防御弱化3デバフあるんで、やり持ちながらねこのデバフかける人はいいと思います。まあでも50層以下のフロアボスとかは、あの防御力そんな高くないんで、こういうの入れてもね、そんな強くはないんですけど、まあ上の階層になると、ちょっと重要になってきますね。あとこれもね、モブ狩りすごくいいし、まああんまりこのクリダメ効果は使わないんですけど、これはちょっとモーション速くて、まあ範囲は狭いんですけど、まあ、モブ狩りの時にすごい使えるスキルだと思います。あとこの、テュフォンってやつ、これが94層クリアのやつだっけ？忘れたけど。このね、この人ちょっと名前忘れたんですけど、このテュフォンっていう人がですね、ちょっと名前忘れたんですけど、あのこの人のね、このシャフトってやつ、まあ、シャフトってさっきさ、あのこれ星1のやつ見せたと思うんですけど、これがマジでモーション早いんで、バースト発動条件こういうのね、これ闇突とかあるんですけど、こういうの満たすためにね、コネクトに入れたりとかしますね、これは。で最後弓なんですけど、特にやっぱ弓の中でも一番これですね。これが本当に、まあこれだけだとそんな強くないんですけど、これがねタゲガイカジュバ弓ってやつで、これモッド素材なんで、これ1枠これが入るんで、あとの2枠ねなんかねそこそこのやつ、例えばまあモッドスキルでこういうのがあるんですよね、タゲガイで 100%、 こういうのね残り2枠に入れても別にいいと思うんですよね。モッドにモッド入れるっていう感じなのかな。俺はね、その、なんだろう、これか、これが当たる前は、入れてました。このさっき言った、この2枠で、あの 100% 上昇のやつ、自身の HP が少ないほど、ターゲットが自身に向いてないモンスターに対して上がるやつ、これがマジで強いんで、まあこれもね、持ってるんですけど、まあこういうのをね、入れてます。まあ今でもね、入れてるんですけど、まあこれとね、あの、もう1枚モッド、あのこれがとつみずのモッドじゃないですか。でこっちもとつみずのモッドで、このモッド2枚持ちするときに、まあ、中身もう一つのモッドに入れるじゃないですか。でその時にね、このね配布のやつとかとこういう 100% のやつ入れてっていう感じで、もうモッドの2枚目にも使える感じで俺は使ってますね。まあ、あとは本当にモッドの中身ない人はこれ残り枠に入れるとかあるのかな。そのこの配布と、まあ、これを入れる、こっちも、まあ、配布なのか、これは星3だからガチャ3かもしれないですけど、まあ、こういうの入れる人もいるんですけど、まあ、正直そんな強くはないんですけど、まあ、もしかしたら、まあ、火力微妙だけど、まあ、やらないよりはいいのかな。まあそういうのでね、行く人もいますね。まあ、これ本当に弱いんで、あんまりこれつけていく人いないんですけど、なんか94層ダンジョンとかこれつけていった人とかいたらしいんで、うん、あんまりね、それつけていくのはあんまり良くないんですけど、どう思われるかわかんない。だこれは使わないかな。なんかヘイト稼いじゃうし、弓でヘイト取らないし、このラージフォアっていうのがめちゃくちゃモーション遅いし、まあ、全体広範囲攻撃って書いてあるんですけど、これは使わない。まあ、なんだろう、タゲ取るときに使うことはあったんですけど、いや、使わないな。俺は、でも、わかんない。でも、裏セット、例えば、こういう敵にかかっている全てのスタック性バフのスタック数をマイナス2するみたいな感じで、こうスタ削りするついでになんか、スタ削りだっけ、なんだっけ、なんか表セットをタンクにして、そう、裏セットなんかでスタック、弓かなんかでやろうとしてた時、なんかこれでもなんかギリターゲ取れるからなんかやったみたいな、なんだっけな、なんかギルランだっけ、忘れた、なんかすんげえ昔になんか一回てか、まあ使ったことあるけど、いや、これはちょっと使わないかな、基本的には。まあ、これもね、いいんだけどね、防御弱化3デバフ。でも弓でデバフかけること本当になくなったから、まあ使うかわかんないけど、まあなんかで使うかもしんないですね、もしかしたら。あとはこれサジッタレインってやつ、これ結構レイン系って、まあターゲット位置っていうのですげえ遠くまで当たるんですけど、あの7層ダンジョンボスを遠くから撃てたりとか、7層ダンジョンってそのなんだ、9層以下のダンジョンだっけ、ってモンスター、あのダンジョン内のモンスター全部倒さないとクリアにならないんですけど、7層のダンジョンボスってなんか崖の上からすげえ遠くからボスを撃てて、
このターゲット位置のやつで、まあ、ギリ打てる、まあ、ちょっとこのターゲット位置の仕様がちょっと変わったんですよね。いつだったかのアップデで変わって、その距離がちょっと短くなっちゃったんですけど、まあギリ当たる感じなんで、まあ、これでなんか狙い撃ちして7層ダンジョンボス倒す人もいて、まあ、俺はなんかもうクリスマスシノンがあるんで、このターゲット位置のがあるんで、まあできると思うんですけど、で倒したら、まあ、あのパーティー解散するとダンジョンの外に弾かれるんで、まあ、それで周回するっていう人がいますね。まあ、弓の配布はあんまりないんで、大体もうこれくらいかな。まあ、誰でも持ってるって言ったらやっぱ配布くらいしかないんで、もうこれくらいで、まあ、動画終わりにしようと思います。まあ、これ以外にもね、なんか誰でも持ってるやつでなんか意外と使えるやつがあったらコメント欄で教えていただけるとありがたいです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけると次の動画作りのやる気が出ます。ではまた。